うまっ。うす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 、こんにちは。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。つか俺ライブやりすぎじゃねえか。結構やってるよね。このなんか自粛期間になってからやりまくってるよな。何やってるんですか皆さんは。おうち時間ですか。シュガーヒルのシャツ買いました。あ、ありがとうございます。彼女がそんなお知らないトレッチ、うま、あれおもろいっすよね。あれおもろいよね。リトルビッグテイラードジャケット売り切れました。今季20 SS に関してはもう全部売り切れました。おかげさまで、はい、完売でございます。ありがとうございます。オンライン授業受けてます。オンライン授業って僕ちょっと分かんないですけど、あれアーカイブとかないんですか。リアルタイム、リアルタイムだけなんですか、オンライン授業って。アーカイブで後から自分の好きな時間にオンデマンドとかないんですか。リアルタイムでその場にいなきゃいけないの、それ結構不便だな。どういう仕組みなんやろうね。ズームでやってる。そうなんですね。ズームでビデオ通話。なるほどね。出席取られる。ああ、なるほどね。でもさ、なんかオンラインで授業できるなら大学の意味って何ですかってなってくるよな。なんでもそうなんだけど、なんでもそうだと思うんですけどね。大学の第二言語何にしようか、ロシア語です。ロシア語行きましょう。ロシア語5で。給付金がオンライン用のパソコン。パソコン、ああなるほどね。パソコン買わなきゃいけないという。体育の授業、ああいいんじゃない。ズームでやればいいんじゃないですか。ズームでヨガみたいな。最近中国のデザイナー、どれが熱いっすか。熱いの教えてください。明日から仕事自宅待機。ああそうなんですか。明日からなんだね。なんで明日からなんですかね、タイミングは。ロシア語話せますか。いや僕はね、卒業した瞬間にね忘れたんですよ、ロシア語に関して言うと。
ストリンガのシャツ、ああじゃあ売ってあげます、はい、売ってあげますよ、3、4万で売ってあげますはい、有給だらけ、まあでも有給ってね、給料出るだけいいんじゃないですかねっていうのはある気すけどな、ユニクロ給料出ないらしいんでね、今どうなってるか分かんないけど、リトルビッグのセットアップまた出ますか、今シーズンはちょっと終わっちゃったんですけど、来シーズンは出ますよもちろんおうち時間寮まで見てます、今年パリコレできないじゃないですか、一応6月は無理っていう話なんで、ただ噂によると6月無理だから9月に延期するみたいな、なんかそういう話も出てるらしいんですけど、9月もぶっちゃけ分かんないよねっていう感じですね、うん、正直見通しは全くもって立たないというそういう状況ですよ。ひげ剃らないんですか？なんかね、剃り始めると毎日剃らないといけないんだよね。それがめんどくさくて、ある程度伸ばしてればいいんですけど。サブスク見てると眼精疲労。あ、今んところ大丈夫ですね。僕目は強いんでね。バドワイザーうまかった。あ、バドワイザーね、薄くてね、美味しいです。ちょっとバナナっぽい味して。それぞれのスタジオでしょう。まあ、無観客ショー。やるんかな、わかんないですけどね。ブランドによるんじゃないですか。資本があるところはやりそう。ネットフリックスは見てないですね最近ね。ずっと NHK オンデマンドで寮まで見てます。ひたすら寮まで。バドワイザーどこ、バドワイザー普通にセブンとか売ってませんか？コンビニとかなんかスーパーでも買える気がするっすけどね。ファストリー給料出るようになりました。ああ、じゃあ決まったんすね、給料出ますよっていう。まあ当たり前やけどな、決まってなかったのがちょっとおかしいくらいだけどね。決まらずに休業っていうのは結構おかしいなと思いますけどね。競馬で25万負けた。アホやね、アホです。ギャンブルに、ギャンブルはね僕しないんですけどね。香川照之さんのやたろ、ああわかるな、めっちゃわかる。やたろいいっすね。おすすめの映画ファイトクラブ。大学生の13人に1人が退学を考えてる。まあでも妥当じゃないですか。そんな行って意味ある大学今ないんでね、あんまり。行って意味ある大学の方が少ないっす。それがさらに浮き彫りになったと。坂の上の雲を見ますよ。だから寮までの後、坂の上の雲を見ようと思ってます、僕は。寮までの後に。
で、そんなこうしてた、そうこうしてたら龍馬伝に新選組が出てきて、新選組が出てきたから今度新選組を見たいなっていうふうに思ってますよ。うん、そういう感じで、なんかね、もう次から次へと見るものは出てくるんで、もうなんかもう思いっきり見たろうかなと思ってますけど、僕エフランですけど就活自信あります。いいじゃないですか、それは大変結構なことだと思います。ファイトクラブ7あたりのブラピ鬼かっこいい。確かにな、あれかっこいいな、ブラピめっちゃかっこいいな、あの単発のブラピめっちゃかっこいいな。飲食やってるんですけどパスタのテイクアウトあり。え、ありじゃないですか。うん、ありなんじゃないですかね。釣り堀で働いてるんですが子連れの家族が多い。あ、マジっすか。まあ大体そういう家族は結構やばいっすね。映画ルーシー、ルーシー見たことありますよ僕。でもなんだろう、ルーシーどうすかあれ。まあ面白いっちゃ面白いけど、おすすめの映画にあげるほどのものではないなっていう感じはした、しましたね。ジョニー・デップのフェイク、知らない、初めて聞いたな。フェイク、ハイドに似てるって言われたこと、あ、僕ありますね。ウルフ・オブ・ウォール・ストリート面白かった。アメリカン・サイコ見たことありますよ。ワイン検定取りたい。それ取ってどうなるんですか。取るとどうなんの、ワイン検定って。よくわかんないですけど僕、そのっていうかワイン検定っていうものがあるんですか。よくわかんないですけど、それ取るとどうなるの。マイインターンも見たことあるな。なんかね、飛行機の中で見た気すんな、マイインターンは。僕心理カウンセラーします。いらないっすね、カウンセリング必要ないっす。ロッキー見たことねえんだよな言うて。ジョンウィック見たことあります。ワイン決定カッコがつく。あ、別にカッコつけたくてワイン飲んでるわけじゃねえからな、うまいから飲んでるだけだから。別に検定にはそんな、資格にそんな興味ないっすね。痩せてきたんで病んでるかなと。誰が、俺が、俺痩せてます、うん、マジか。まあ、うち体重計ないんでね、痩せてんのかどうか分かんないですけど、間違いなく食生活は結構乱れに乱れまくってるからな。本当にひどい食生活してます、マジで。テラハはちょっと感染リスクが高まるのでちょっと嫌ですね。目が疲れてる。本当ですか。でもね、これ、ね、照明問題が結構あんだよな。ここで見るさ俺の顔色とさ、ここで見る俺の顔色全然違くない？同じだよ。ここ来るとなんか一気になんかクマがあって老けてるように見えないですか。ここ来るとまあ普通だけど、
構照明問題ありますよ。照明って大事やな。照明問題はあります。なのに肌綺麗。そうっすね、肌は何もやってないんですけどね。何のスキンケアもしてないですけど。目は疲れてる？あ、本当ですか。量まで見すぎてるかも。じゃあ量まで見すぎです。量まで見すぎて目疲れてます。今日寒い、寒いな。次したい髪型ないな。龍馬ヘア坂本龍馬ヘア本当におったリング、あ、別にいいっすよ。じゃあ DM ください。 DM ください。4万で売ってあげますわ。4万で売ってあげます。最近暇ですね。まあ暇でいいんですけどね。龍馬で何のデバイス、いや、パソコンで見てる。その前は、ああ、でも結構龍馬っぽくできるけどね、こうやると。龍馬ぜよ。龍馬ぜよ。龍馬ぜよ。龍馬曲げてないんすよね。曲げじゃないんだよね。そう、ここ反ってないっす。土佐藩です。めっちゃぽいっしょ。時代劇いける。和服、いやでもね、その龍馬で見てて思うんだけど、やっぱ和服かっこいいね。和服やっぱなんかちょっと改めて見たらちょっとかっこよかったわ。和服ってなんかかっこいいな。袴とか普通にかっこいいなと思って。うん、髪長いと短くしたくない。いやー、とりあえず今はいいかな。またいつか弟松とコラボね。うん、やりますね、いつか。大河ドラマ他に見たい。や、僕ね、大河ドラマなんつうもんね、全く興味なかったんですよ、本当に。今の今までね、全く見たことなかった。だがちょっとあの龍馬が行くという司馬遼太郎の小説を読んでから、坂本龍馬に興味を持ち出してから、今龍馬で見てて、うん、ちょっとこの期間を利用していろいろちょっと見たいと思いますね。真田丸も見たいし、うん。
あの時代の和服近代的でもあってなんかミクスチャー感って、いやそうなんですよ、まさに幼児の2012年 SS とマジで同じような感じで、だって日本で初めてブーツを履いたのって坂本龍馬でしょって言われてるよね。だからなんかその感じちょっとこう外国の要素が入った感じのね、なんかそういうのちょっとかっこいいなというか、本当に2012年 SS の幼児と本当かぶる感じでね、あれはなんかかっこいいんだよな。黒田官兵衛、ああだね、いやキリないよな、やっぱ大河ドラマっちゅうのは。うん、坂の上の雲は龍馬伝の後に見ます。はい、だからさそういうのみ、だから NHK オンデマンドマジで有能ですよ、あれは本当に本当にいい教材マジで、そう思った。なんか歴史を勉強するにはすげえいい教材ですよね。ワインはドドーン、これです、めちゃうまい、バカうまいですこれ。プロフェッショナル見れるっすね、確か。基本的になんか NHK の再放送みたいなそういうノリでしたけどね。大河ドラマあくまでドラマで実際の歴史と、まあそれはもちろん承知の上で見てますけど、歴史の流れとね、流れをちょっとある程度つかむっていう上ではビジュアルで見るのはいいんじゃないですか。実際なんかやっぱ龍馬伝ともちょっと違うもんね、登場人物とかも。よし、じゃあ DM 送りました。ああ、ありがとうございます。じゃあ確認しておきます後で。はい、じゃあコラボでもしますか、コラボでもしますかということで、じゃあコラボしますかと思いますか。これ僕アーカイブを YouTube の方にアップしようかなと思ってるんで、それを YouTube の方に顔なりなんなり出てもいいよっていう人はリクエストしてください。それ覚悟の上で、それ覚悟の上で、僕今言ったからね、俺今言ったからね、注意事項言いましたんで、注意事項言いましたんでね、その上でうわ、マジか。どうも。マジか。こんにちは。こんにちは。これ YouTube に載りますけど大丈夫ですか？まあまあ大丈夫です。大丈夫ですか？マジか。マジかじゃない。
何やってるんですか？こんにちは。こんにちは。何やってるんですか？もう寝ようと思ってました。寝ようと思ってた。はい。着てんのエアリズムですか？いや、ユニクロのパジャマです。いや、マジか。なんか顔色悪いっすね。いや、多分暗いだけです。あ、暗いだけ？はい。今何歳ですか？18です。若っ！はい。18歳って言うと高校生？第一？どっち？春から大学です。春から大学？え？はい。ということ？浪人生？いや、違います。今、大学まだ始まってない。いや、もう全然ですよ。いつから始まるんですか？ 5 月の7日からもうオンラインです。それまでは？もうそれまでニートです。それまでニート？はい。うわ、マジか、暇だね。いや、暇です。エフラン？まあ、上智からしたらエフランです。エフラン？地方国公立です。地方国公立？あ、国公立なら、はい。ありがとうございます。なんか、いいんじゃないですか。はい。国公立で何勉強するんですか？教育です。教員になりたいの？いや、なりたくないんですけどね。なんかなっちゃいました。どういうこと？いや、なんかあんまり志望しなかったんですけど、まあ、近くて、うん、家の近い、家から近いから家の近さで選びました。あ、マジか。ちょっとスクショしていいですか？それやめた方がいいわ。あ、本当ですか？家から近いからっていう理由で学校を選ばない方がいいわ。あ、本当ですか？え？ですよね、うん、いや、マジか。うん、やめた方がいいわ。ちょっとお願いなんですけど、うん、はい、あのカラー女子と境女子の比較あったじゃないですか。はい、あれもう一回やってください。え、ぜひお願いします。見たいですか？もうめちゃめちゃ見たいです。もう本当にあれ好きなんで。何がどこが好きですか？それ教えてほしいな。いや、もう全然、もう本当に高い服を持ってなくて、もうただただ憧れてる時です。でも憧れてるんだったら別に女子である必要なくないっていう。いや、でもあの女性が可愛かったんで。それじゃん。それやん。下心やん。いや、下心で。はい、下心出してきたんで。なんか最初はね、高い服を持ってなくてみたいな、自分全然服持ってなくてみたいなこと言ってたけど、結局下心というスケベ心出してきたな、あれ。まあでも素直でいい、素直でいい、よろしいと思います。本当に。まあでも素直でいい子です。ウケんなおもろかった。まあでも大学はやめた方がいいと思いました。こんにちは。あ、こんにちは。これ YouTube に載りますけど大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。むしろ嬉しいです。え、 YouTuber？ いや、全然今大学生で。底辺 YouTuber みたいな感じだな。ほんまですか？底辺 YouTuber っぽいな。と、量産型っていう感じですよね、見た目的には。え、見た目的にはなんか量産型みたいな感じですよね。確かに確かに。ちょっと今はい、あ、はいはいはい、ちょっとなんですか？いい。あ、僕これからユニクロでアルバイトすることになったんですけど。え、いつ、このタイミングで？あの、緊急事態宣言で今休業中なんですけど、それが明けたら働くことになってて。それいつ明ける？え、5月6日とかっていう話？
ですか。まだちょっと未定なんですけど、それ明け次第ちょっと働かせていただくことになってるんですけど。おお。それでなんかちょっとユニクロで働く上でなんか心がけた方がいいこととかあったら教えていただきたいな。なるほどなるほど。ちょっとじゃあ真面目に答えますわ、それは。はい。え、今学生さんとかですか？あ、今大学生です。大学生で。はい。あ、でも最初聞きたいんですけど、なんでそもそもユニクロでバイトしようと思ったんですか？はい、僕まあちょっとファッションに興味があるので、まあ一応アパレル系の方にアルバイトをしたいなと思ってたんですけど、はいはい、やっぱりその書籍とか読んでいく上でやっぱりユニクロファーストリテイリングっていうのがやっぱり日本で一番大きい会社っていうことがまず第一としてあって、それでまあ待遇面もまあお給料としては非常にいいし、そのなんていうんですかね、交通費支給であったり、そういう僕が住んでる県の中では待遇がいい方だったので、はあ、はあはあはあ、ありましたね、そこが。なるほどなるほど。まあその最初におっしゃっていたファッションが好きでっていうことからっていうのを理由にユニクロ行くと、はい、まあ、ファッションっていうものをどういうふうに考えてるかにもよるんですけど、はい、正直ファッションはの仕事ではないです。ああ、なるほど、そうなんですね。ユニクロはなんかその服が好きでとかいう人が言っても、はい、正直なんかそういう次元じゃないというか。ああ、で特にバイトだとおそらく、はい、労働力として使われるっていうのが一番。ああ、なるほど。例えばレジ、はいはいはい、レジ打ち、はい、服を畳む、掃除、はい、多分なんかそういうのに基本的に従事するのが多分バイトなんで、そのファッション的な要素、はい、例えばマネキンをコーディネートするかどうとかとか、はい、なんかそういう自分の意思を入れた仕事っていうのは一個もないです。ああ、そうなんですね。ないですね。で一応アパレルっていう職業だけども、その飲食店で働くされられてるみたいな感じですね。ああ、なるほど。そういうことです。だからなんかラーメンめっちゃ好きでラーメン屋で修行したいけど、はい、後楽園とか行ったら、後楽園ってわかります？ラーメン屋のチェーン店。あ、はい、後楽園とか行っても多分何も学ぶことないと思うんですよ。ああ、なるほど。そうそうそう、本当にラーメン好きで将来ラーメン開きたいとか、なんかそれくらいの、はい、モチベーションで後楽園行っても、はい、あんなセントラルキッチンでスープ全部できてて、はいはいはい、なんかもう事務作業というか流れ作業をやるだけの労働力にしかないというか、ユニクロもそういう感じです、正直。ああ、なるほど。そうそうそう。だから繁忙期に、はい、繁忙期とかなんかその必要な時にいや出てくださいよみたいな感じで借り出されて、はい、もうブワーって働いて、でその時はまあ稼げるは稼げるかもしれないですけど、はい、なんかそのやりたいことがファッションが好きでっていうことなのであれば、まああんまりなんか、うん、かなみたいな。ああ、なるほど。むしろ僕が、はい、僕が今住んでる県が高知県で、服屋がまあなんていうんですかね、非常に少なくて、まあ服屋でアルバイトできる環境っていうのも全然なくて、それで唯一って言ったらあれですけど、まあその中でまあ募集してるしっていうのでユニクロっていう感じで。まあまあまあ、なるほどなるほど。ですけど、はい。で、なんかその服屋っていうのをどういうふうに捉えるかにもよるかもしれない。セレクトショップ服屋って考えるのか、はい、ユニクロ服屋って考えるのかで、なんかその学べるとか、なんか求めてのことが得られるのかどうかは、なんかめっちゃ違ってくるかなみたいな。ああ、なるほど。僕としては、その、なんていうんですかね、前、りょうさんの動画で、その、ロー、ミドル、ハイの、その、ブランドの層について話してる動画とか、あったと思うんですけど、はい、その中で、まあ、ミドル層の服のショップで働きたいなっていう思いがあったんですけど、ちょっとそれが状況的に厳しくて、まあ、ローの、なんていうんですかね、ファストファッションとか、そういう、うんうんうん、でのお店にで働かせていただくことになったんですけど、
だからまあなんかそういうバインとか、はい、なんか自分の意思を込めて自分が好きだからこれをやるとかっていう仕事は多分ユニクロでできないです。ああ。なんでなんかどちらかというと割り切って、はい、なんか社会人としてどうかみたいな、なんかそういうところはユニクロでは学べるかなと思うんで。ああ、なるほど。そう、そっちを学ぶとか、そっちの経験を得るっていう感じで働くのであれば、多分まあいいかなと思います。ビジネスマナーじゃないけど、なるほど。組織の中でどうやって動くかとか、はいはい、そういう感じの方で行った方が、なんか変ながっかり感はないかもしれないですね。ああ、なるほど。じゃあ、一般企業のインターン的な感じ、うん、修行っす。修行。なるほど。修行みたいなニュアンスで行ったら、あまあ、あんまり、なんかそこでのギャップはないかもしれないですね。とは思います。思います。だから、あんまり、なんかそのファッションを期待していくと、はい。多分そういうんじゃないんで、いかに効率よく大量にさばくかっていう。ああ。そういう勝負なんで、なるほど、在庫をいかに切らさず、まあ、ただのビジネスっていう感じなんです、ね、まあまあ本当物をこう流し、いかに効率よく流すかっていう、はい、ああなるほど、そうですね、とても参考になりました、ありがとうございます。そういうスタンスで行った方が僕はいいのかなっていう、ああいい悪いの話じゃなくて、はいはい、ありがとうございます。そんな感じなんで、はい、頑張ってください。はい、10万円入ったらハウデーで買い物します。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お、なかなかいいトピックでした。なかなか真面目な話しましたね。今までで一番真面目な話したかもしれないです。はい。真面目な話しました。ためになったねっていう感じかと思いますけど、あ、皆さん重ね重ねに言いますけど、あのこれ YouTube 残るんで、それ覚悟の上で来てください。覚悟の上です。こんばんは。髪型同じようなやつばっかりじゃない。すいません、俺、ね、3人同じやぞこれ。こんばんは。どうもどうもどうも。でもこの間自分なんかスピーカーが壊れ、なんか聞こえづらくてっていうので、でも速攻切られちゃったし。あ、本当ですか？全然覚えてないですね。はい、多分亮さんも多分結構酔ってた時だったんで。あ、本当、全然覚えてない、はい、こんばんは。顔覚えるの苦手なんで。あ、自分は今大学生です。いや、じゃあ、ちゃ、はい、なんかその時切られました。はい。で、もう一回今リクエスト来てます。はい、してます。なんかあるんすか？いや、別にその何もないっすったら。何もないっす。お話できたらなっていうのが。何を話すんすか？もう自分去年、りょうさん中目黒でイベント開いたじゃないですか。はい。はいはい、自分行きました。あ、本当ですか？僕話しました、はい、話しました。全然覚えてないですね。本当ですか？なんかりょうさんが持ってるカラーの何個か持ってきてくれたじゃないですか。はいはいはい。それとか、あとなんか長野で被災した時のなんていうのやつで、洋服とかも最初ちょっと買おうと思ったんですけど、はい、ちょっと経済、お財布がちょっと、あの、お金がちょっとなくて、はい、ちょっと買えなかったっていう。はい、オチがないです。オチがないです。オチがないです。はい。オチがなかったんで、すいません。本当に、ただの矢島です。ただの矢島でした。はい、これあの YouTube で残るんで、皆さん YouTube で残るんで、はい、覚悟しといてください。覚悟しといてください。コメント欄で叩かれるの。コメントしといてください。あ、コメントじゃない、覚悟しといてください。
皆さんもね、覚悟しておいてください。本当にそれだけは。固定コメ、まあ、しとくか。じゃあ一応今ちょっと待って、 YouTube に残りますって。はい、あ、はい、コメントしてみました。これでいいですね。こんばんは。お、髪型が違う。いいですこんばんは。いいですね。こんばんは。今、高校生です。高校なんすか？高なんすか？今年で2になります。高 2？ はい。おー、なかなかガッツがあるな。ガッツがあるな、高校生。いや、なんか、結構、服は好きなんですけど、はあはあ、まあなんか、お金は全然ないんで。まあまあまあ、高校生ですか？そうですね。なんか、まあ見ながら結構、おぉ、いい感じだなと思って、楽しませてもらってるんですけど。それ何着てんの、それは。あ、軍服？あの、いや、全然なんかニコアンドっていう普通にそこら辺の服屋なんですけど。そう、ペイント？そうですね。なんかリメイクみたいな服で。あ、自分でやったんですか？いや、なんか、もともとあった服をリメイクして売ってるみたいな感じで。あ、ニコアンドでそんなことやってんだ。らしいですね。あんまり知らないんですけど。え、それ、B 品買わされたとかじゃない？ちょっとわかんないですけどな。まあなんか、いい感じだなと思って、まあ、いいなと思って買いました。あ、ほんとですか。若いっすね。はい、どこ住まいですか？どこ住まい？千葉県です。千葉、大丈夫ですか？はい、いやー、まあなんか、そうっすね。自分は、まあ結構気をつけてて、うん、そうですね。まあでも母親がちょっと看護師でいろいろリスクも高いんで。大変っすね、今。そうですね。なんか、看護師さんは、結構気をつけてはいるんですけど。いやー、それ大変っすわ。その医療関係の人大変っすよ、今。そうですね。なんかうちのお母さんもちょっと怖いから、その分の、リスク分のお金が欲しいみたいなこと言ってて。あ、なるほどね。うん。まあでも10万入るんで。そうですね。入るっぽいんでね。うん、自分も10万入ったらちょっと、ハウデで、あの、ゆき橋本さんのあの、ネックレス買おうかなみたいな。いや、もうそれ売り切れたんで、ごめんなさい。あ、マジっすかそれ見てなかったです。すいません。もう売り切れちゃったっす、この間。なんか、じゃまたいい感じのあったら。うん、なんかいただきます。なんかあったら買ってくださいよ。はい。せっかくなんで、10万使わないと意味ないんでね。そうですね。せっかくもらったなら、やっぱ、使うための10万だと思うんで。はい、でも、あれって、本当に入るんですかね、なんか。いや、知らないよ。知らないよ。なんか、知らないよ。うん。なんか遅いし、入って。まあ、でも5月中にっていう話だからね。うん。まあ、まあ。え、学校は？学校は今、あれ、あの、休み中で、5月6日から一応始まる予定なんですけど。あ、じゃそれまでは自宅で。はい。そうですね。あ、なるほどね。じゃあ、あの、僕の動画、一から見返してください、ね。終わりました。明日から見ます。ちなみに、はい。僕の他に見てる人いるんですか、はい、あ、弟さん。あ、弟ね。そう。あとは、はずむさん。はずむさん。はい。で、あと、たまに、九州タワーズさんとかも。あ、九州タワーズ？はい。オッケーっす。さよなら。ああ、いい子だったな。いい好青年でした。いい子だな。ほんといい子だったな、あの子は。めっちゃいい子だったわ。なんか、清らかな感じになった。いい子でした。マジで。
なんか心が現れたわ。現れました。ありがとうございます。だから、え、俺が、あ、え、やばいね。なんなん、しょうもな、何今のやつ、しょうもな、何今の、やじめやただのいたずらやん今の。ああいうやつが一番嫌いなんだよな。なんか。なんかノリでやったけど、いざ自分が当たったらなんかもうすぐ退散みたいなやつ一番嫌いなんだよな、マジで。こんにちは。あ、こんにちは。いつも動画見てます。じゃあマスクしてますと、なんか顔の顔壁紙となんか同化してるんですか。すいません。あ、ちゃんと家でもマスクしてるんですか。いや、バイト帰りで、なんか最近からなんかドライバーのバイトしてるんですけど。ドライバー？あのピザハットみたいな感じで。あ、デリバリーの。デリバリーの。で、一応自分が保菌者ってことで。どういうこと？保菌者？よくわかる。なんかコロナ持ってるかもしれないから、マスクの使った方がいいみたいな。ちょ、大丈夫ですか？はい。大丈夫？いや、ちょ、自分は持ってないですよ。持ってないですけど。今の肺が受けたら。いや、持ってないですけど、なんか。絶対職場で言わない方がいいよ、その肺は。いや。職場で言ったら絶対切れるから。今の、はい、いいわ。すいません。マジで。いや、なんか今の、はい、いいわ、ちょっと腹立つからな。ちょっと気をつけて。すいません、もうすいません。え、どういうことですか。なんか、バイトであのお客さんと会うじゃないですか。はいはい、なんか自分が感染したくないからっていう理由でマスクつけるんじゃなくて、もしかしたら自分が菌を持ってるかもしれない、それで。あ、なるほどなるほどなるほど、ね、でそれで持ってるということを前提で、そうですそうです、なんかそういう仕事をしようというそういう意識を、ね、あ、そうです。で、あ、なるほどなるほど。今日たまたまバイトあってそこからつけっぱなしで、今りょうさんのインスタライブ見ててコラボできないかなって思いながらずっと見てました。あ、じゃあ、え、バイト何時までやってたんですか。バイトは10時半ぐらいまでですね。まあ、じゃあ結構、え、やっぱこういう時期になったら忙しいですか。はい、いや、めっちゃ入りますね。めっちゃ入る。もう注文が、それこそコロナになってからすごい、うん、まあ増えたっていうか、まあみんな外食とかしなくなってで、増えたのもあるし、雨が最近よく降ってたんで、いやー大変っすわ。雨とコロナでもう1日20件ぐらい配達って感じですね。3時間で3時間で20件3時間で20件ぐらいですね。やばいな。1時間で6件だ。10分に1回ぐらい行って帰ってってやってるってことでしょ。なんか3件とか4件とか一気に持っていくって感じですね。マジか。そうですね。じゃあちなみに、え、そのバイトしてどれくらいですか、期間は。3ヶ月ぐらいですね。3ヶ月の中にあった、はい、やばいお客さんの話なんかあるんですか。こいつなんかやべえ、この家やべえなみたいな。やばいお客さん。うん。
どうすかね、パッと出てこないですけど、なんかここやばくねえかみたいな。いやなんか一個あってか、めっちゃ今日なんですけど、ここ入りたく、今日ですけど、うん、ここ入りたくねえなって思うような、なんか内科外科皮膚科が合体してる病院があったんですけど、ほうほう、なんかクリニックみたいな感じですね。ははは。で、そこがもうなんか汚いとかのレベルじゃなくて、え？なんていうんですか、もう古すぎて汚くて、なんかなんていうのかな、なんか芸術的な図書館とかだとよくあるそう、よくあるような壁に木の根っこがブワーってついてるみたいな。はあ、ははあ。もうなんか草が大量にボーボーでみたいな、かき分けて荷物を持っていくみたいな。はあ。ところがあって、でなんかこっちもそこで手渡しすればいいんですけど、なんか中入って持ってきてみたいに言われて、はあはあ、マジかって思って靴脱いで入ってったんですけど、うん、そこはもう3ヶ月の中では一番入りたくない場所でしたね。それ でも無事大丈夫だったんですか？あ、無事何もなく、普通に何か何個か質問されて、クーポンどうやって使うんですかとか言われて終わったんですけど、そんな感じでしたね。あ、なるほどね。面白くないな。すいません。ちょっとおもろくなかったな。もうちょっとエピソードトーク欲しかったな。ちょっとエピソードトーク欲しかったな。なんかもうなんかとんでもないドスケベな人妻に、ドスケベな人妻になんかちょっと誘惑されたってくらいの話を、ちょっとそれもう AV やんみたいな、なんかそういう話聞きたかったな。そういうオチっていうか、そういう話聞きたかったな。クソひどい。いやー、ちゃうんすよ。確かにひどいよ。俺は分かってる。ひどいことしてるかもしれないですけど、でもそれ分かってるでしょっていう、それ分かって前提で来てる M の人たちでしょって思ってるんですよ、僕は。はい。そのね、なんかね、これ例えばね、で話せば、猪木の前に出てってビンタされて切れられたら困るんですよ、猪木さんは。それと一緒なんですよ。それと一緒なんです。ね。猪木さんの前に出てったくせにビンタされて切れて暴力だとか言われたら困るでしょっていう。そういうことなんで、はい。それ覚悟でお願いしますよ、本当に。マジで。ネタなんで。そういうことです。あれ。あれ、なんで。なんか。あ、出た。出ました。バグってます。バグった。リクエストが見えなくなる。バグです。マジうざい系です。マジうざい。本当に。なるんだよなこれ。勘弁してほしいんすよ。マジで勘弁してほしいんだよ。これが。バグってるんすよ。ということで、多分もう1時間経って終わるんでね。皆さんありがとうございました。もう、これは、重ね重ねに言いますけども、YouTube に残ります。皆さん。の黒歴史かもしれませんけども、YouTube に残りますんで、はい、ここに書いてありますね。YouTube に残ります。固定してありますから、皆さん、アーカイブで。
バイバーイ。お疲れした。もう寝ます。眠いんで。眠い。目がしょぼしょぼしてきたんで。